はい、ではお名前、うんそうちゃんです。はい、はい、うん、男性の方です。皆様こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。僕のお悩みを解決してください。うん、はい、うん、会社の同僚の女の子のことなのですが、とにかくテンションが高いんです。うん、特にお酒の席などでは、うん、お前飲んでるかとか、私何点だとか、店内に響き渡るぐらいの思いで絡んできて、正直苦手です。ガツガツしてる。仕事の都合上避けることもできず、いつも心の中で、うん、この貧乳がとか、ショートカット似合ってないんだよとか叫んでます。ストレスが溜まる一方です。心当たりないです。なんとかならないでしょうか。解決していただけるとありがたいです。あれ何、今ルリルリが一生懸命読んでくれてるから、今すごい突っ込むの迷ったんだけど、ね、私じゃねえかよ。誰だよ、また帰ってきたの。ちょっと待ってください。あの、お前飲んでるかはいいけど、私何点だって聞いてるんですよ。ちょっと聞いてないです。大川は聞いてないです。私何点だって思った。すごいいい子じゃんとか思ったんだけど、そうだね、最初なんか、うん、へー元気な子いい子じゃんと思ったけど、うんうん、だんだんと大川に寄せてこなくていいからさ、ショートカットでとかそういう情報いらないんだよ。いらないでしょ。はい、じゃあお悩みはこのね、テンションの、うん、の高い同僚の女の子、何とかしたいと、うん、どうしたらうまく対処できますか、うん、とのことです。はい、書いてください。87点って80、めっちゃ高くないですか。87点、87点、それさ何点満、1000点満点とかそういうこと。いやいやいやどうせそういうことだろ。いやいやいや、誰がやってきたの、お名前は。そうそう、でもね、いつも送ってくださるんですよ。あ、そうなんですか。じゃああれかな、同僚ではなさそうだな。ねえ、運送ちゃん同僚ではなさそうだよね。でも毎回結構送ってくださる方なので、この貧乳がとかも考えひどいね。ちょっと私を、うん、まあいいか。でも私これいつも対処される側なんで、うん、私テンション高い。ああ、そうよね、ルリルリテンション高そう。テンション高いんで、うん、自分がされたらグッとくるやつがいます、うん、グッとくるやつ、うん、さヒロポンはテンション高いのかな。高いですね、うん、自分で言うのもあれですけど、高いじゃないですか、うん、めっちゃ高いよ。高いですかね。ヒロポン高すぎるよ、うん、よかった、うん、いや意外と君低いよとか言われたらどうしよう。確かに、ね、高くて困るぐらい。室長でも結構静かに割と飲んでます。ああ、そうかもね。めっちゃ嘘、うんうん、そうかな。なんか一回ありましたよね、私が渾身のボケを話した後に、なんか、うん、そうだねみたいな。覚えてないんだけど。女流リーグ、ね、女流リーグ戦があって、うん、その後に、まあ、新人さんも含めた大きな飲み会があるんですよ、うんうん、協会って、ね、必ず飲み会があって、うんうん、でそこにこう新人さんとかもいる中、急になんかリンリンと私と、その時になんか私の先輩と、うん、まあそうそう、ヒロポンがいて、こう4人で喋ってたんですよ。ヒロポンが渾身のね、なんかそのボケみたいなのを言ったんだよ。ボケた？そう、ボケたら、そう全然聞いてなかった。全然記憶ないんだけど。リンリンがそうだねって言ってお酒飲み始めるみたいな。全然記憶ない。記憶にないもん。それなんかちょっとあるあるみたいな話をして、そうそうそう、こういう人いますよねみたいなこと言ったら、なんかリンさんだけど、そうだね、携帯に持って飲むの。マジで全く覚えてない。室長は、あの、全然それ聞くだけで、あ、あるあるって思いました。そうだね、そうだね。他人に興味ない系かな。やだ、ちょっと待ってよ。やばい、そんな話してたから何も書いてないよ。ここ何も書いてない。やばい。そうだよね、なんだっけ、なんだっけ、忘れちゃったよ、質問を。テンションの高い同僚を、うん、あ、ビシッと対処する方法。テンションの高い同僚、でもそれっていいと思うんだよね。え、そうですか。テンション高い人鬱陶しいなと思ったりすることありません？いや、逆に羨ましいね。うん、羨ましい。うん、私めっちゃうるさい言われますよ。うん、ささ。室長たまにでもドーンとテンション上がるときありますよね。そうで、なんかね、スイッチ入る方なんだよね。うんうんうん、ストレスはたまるんだって。たまるんだって、この人、質問者さん。そうなんですよ、うるさいから。そういうのが苦手なんだね、うん、きっとこの人はね。うん、あ、なるほどね。はい。さあ、これはもう私もうガチで書いてます。自分が言ってほしいこと書いてるな。
きました。真面目に書いてんな。でもなんか本当に本当にガチで書いてますよ。足立は本当うるせえってよく言われます。よし、オッケー、大川も来た。いや、何ですか。いやー、ちょっとあれですね、また室長がいい感じですね。いやもうほんと期待を裏切らない、うん、室長いつもの感じですね、うん、書けましたか。書けました。りんちゃんのコメントが大好きなんだよ、うん、え、ほんとにありがとう、嬉しい。かなり好きな。いや多分そう、画面の人はちょっとあれかもしれないけど、これ見てるとかわいい。いきますか、そろそろ、せーの、パン、はい。じゃあ今度は左端からいきますか、私、ね、はい。また私テンションが高くて困ってるという人には、結構真面目な雰囲気の時に、元気なのも元気な姉ちゃんも可愛いけど、たまに見せる落ち着いた君も素敵だと思うなと言って、こうちょっとずつそういう人ってすごい素敵だよねっていうのを刷り込ませていって、伸ばしていくスタイル、けなすんじゃなくて褒めて伸ばすスタイル、完全に分かる、褒めて。でもこういうのって言われると、あ、そういう面見ててもらえるんだ。でも気づいてもらえるか分かんないけどね。でも何回も結構別に言われてムカつく言葉ではない、たまに見せる落ち着いた雰囲気、あそこに何かが出てる。ただしイケメン、ただしイケメンに限る。いや、これはでもあんまり関係ない気がするな、あんまり多分。いやいやいやって、トヨピーがめっちゃ首振ってる。っていう遠回しにこうね、褒めて伸ばす、相手が竹中ならって、相手が竹中ならって言ってる。私竹中さん結構好きだし。おお、よかった、別によかった。まあどっちかによりますよね。そうですね。さあ、というわけで続いて室長、はい、はい、ちょっと説明が必要だな、これは。これはもう極端すぎる。これは、あのドラクエとかあるじゃないですか、戦う、逃げるみたいな。うん、ありますね。逃げるを選択する。なんで立ったんですか。わかんない。なんか立っちゃった。わかんない、興奮しちゃった。急にびっくりびっくり。どうしても罰ゲームがいやらしい。急に立っちゃったから、タラララみたいな感じ。え、何。説明が効果ですね。モンスターに当たる、逃げるを選択するけど、まあその人のこと嫌いじゃないから時々近づく、まあ余裕のある時だけ構って、あとは無視。そう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 。なるほどなるほど。嫌な時はやっぱね、逃げちゃった。もう相手に求めて自分が避ければいいですね。そうそう、うん、なるほどなるほど。リンリンがコマネチしたそうにこちらを見ている。してます。ない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 、怖い怖い怖い。ないよ、室長は混乱している。ないよ。はい、というわけで、じゃあ続いて、なんか書き直したのが、あれ、これは不正行為ですよ。書き直すは不正行為です。不正行為ですか。不正行為。今変わってない。今ちょっと書いたんです。今書いたんです。今書き直してましたよ。じゃあ明るくしながら、周りに気を使ってるんだねっていう。そしたらどんどんうるさくなっちゃいますね、それ。でも、いやでもなんかさ、会社の同僚なんでしょ。そうです、ね、それあれじゃん、嫌だと思ってもずっと付き合わなきゃいけないわけですよね。そう、うん、そうなんですよ。これが友達とか大きな、なんか飲み会とかだったら、私なんかスルーでもいいと思うんですけど、これ会社の同僚とか会社の上司とか部下とかだったら、うまくお付き合いしていかなきゃいけないんじゃないかなっていう、そういう中書いたら、まさかのルリルと被って、やべえこれやべえと思ってすぐ消しました。今そして結局同じようなやつになっちゃったっていう、今一生懸命ちょっと言い方を変えたんですね。そう、変えた。今一生懸命他の回答を作ろうとしたんですよ。被ってたんですね。そう、変えようとしたんですけど、逃げるっていうくだりでちょっとなんかもうすごいなんか考えられなかった。今ちょっと被っちゃったってことですね。そう被っちゃったんだよね。でも角立てないお付き合いって大事です。そうなんです。だから本当にいかにまろやかに自分の主張を伝えるか。まろやかに、まろやかに、本当にそういうタイプ。息作んない方がね、いいと思います。いや、間違いない、間違いない。いや、そう、そう思うな。いや、でも私なると思う。これに関して思うんですけど、分かんない人って分かんないよね。てか、たまに見せる落ち着いたがない人はどうすればいいんですか、それ。いや、ない人も、
ない人を言われても絶対になんていうの、うん、いやそんな瞬間私ないですっていう人いないと思うんですよね。常にふっと気抜ける瞬間とかあるじゃないですか、うん、まあそうだよね。そうだからそれは、うん、でなんか私これちょっと話長くなっちゃうんですけど、なんか心理学の話で、人は自分が持ってないものを見てるよって言われた時の方がその話をすごい真面目に聞くんですって。あ、だから自分が全くその自分のキャラクターと周りが持ってるキャラクターと全く真逆のことを言ってくれる人に対して信頼感が増すっていうのがあるらしいんですよ。だからそれをちょっとそういうところ見てるよってアピールするといいんじゃないかっていう深い思考で書きました、うん、なるほど深かったね。なんかガチですね、うん、なんかガチですね。ガチですわ。ガチガチ、そうだね、ガチだねこれ。ガチガチ。いやでも一番効果的なのは私だと思います。じゃあ次ヒロコ。そんなに自信持ってるヒロコ。いやもうこれ大体の女の子は避けます。もう2回目かよ。もうこれ大体言えばまたかい。これ魔法の言葉なんで。あでもそれ聞くわ。もうこれ大体近寄ってこないと思う。だって実際さ言うことある。えいやだから実際に言うことないから逆に言われたら相当、うん、いやそれでも相当なんだって。それダメだよ。だってこれから私が番組でうるさいってやって騒いでる時に毎回鼻毛が出てくる。それはでも面白い。辛い辛い。タグとかで私鼻毛ってできちゃうから。やだよ。ちょっと美味しいかもよ。ちょっと美味しい。確かにあーってなってちょっとお手洗い失礼しますとなるけど。でも笑いだよ。これが避けられる唯一の方法だと思ってるんですよね。それはねでも聞く聞く。それもう、まあ、あれだよね。これめっちゃ聞くと思う。もう相当口も聞きたくない人ってことだよね。あれ感じ違うって。え感じ違う。え何の？なんか花が多分違うんじゃない。え結構これがね、タじゃない、タじゃなくて。うんこれ目じゃない。縦に割らない。ん？あ感じ違うよ。まあ、ヒロはでも感じ違うよ。自分ってそう目なんですね。そう。うわこれ辛いの。高春足立さん鼻毛出てるよ。きつい、はいはい、これきついじゃん。それはダメでしょ。ちょ減点しないでくださいこれ。ベンディン鼻毛出てるって書かれてる。これ一番効果的なんだよ。これそうだね、うん言われたことないけど。でも確かに私一回めっちゃ咲いた時に大井さんに、うん、足立さんニンニク臭いって言われたっけ。いやシュンってごめんなさいってなって。それっすね、うん、ニンニク臭いって言われた。それっすね。それも喋んないっすね。食べたそれは喋んないね。シュンってなってよ。シュンってなるわ。シュンってなって。それも喋んないっすね。それいや大井さんだわ。喋らなきゃいけないわ。うん、しかも電車の中だったし。いやそれはショック。ショック。あれはおとなしくなります。じゃあこの4択ってことですか。はい4択で、はい帰ってください。いやこれルリルリが一番最初に発表するのちょっと痛かったな。かぶっちゃってたとはね。そうなんですよね。まさに順番が悪かったですね。いやでもね一緒だった、うん、本当にでもこれぐらいしか思いつかなかった。なんかさ、うん、笑いにもならなかったんだよね、うん、そうそうそう。なんか角を立てたくないっていうこのあれが出ちゃった。長いもの巻かれる系男子としては、うん、暗記中に交換します。はいそういう手法があるんですね。いや絶対効果、いや効果はある。でもさ、そうあれだよね、見てる人たちはどう思うんだろうね、うん、明るい人とか。明るい人とかでもいいと思うよね。いや私は本当すっごい好き、ね、私でもあれなんだけど、うん、でもどうしても嫌な人にはね鼻毛出てるよってなって、うん、私は言わないけど、うん、みたいな、うん、結構でもさ、あのなんだっけ、教会に限らず、あ停電したんだ。嘘、違います、あのカメラ交換してたから。あなんかさ、あの麻雀プロで結構人見知りの人とか多くない？うん、あ多いですね。あ出たルリカ1位。いやー危ない。これこ今日ね、今日きっと、うん、僅差ですよ。嬉しい。あーやばい、ありがとうございます。よかったルリカ鼻毛出てても1位だから。お願いします。これ一番効果的だって。本当にでもちょっとあれなんだろうね、あのリアルに傷ついちゃうっていう点で NG だったんだろうね多分。そこがいいのに、うん、なんか今日あれヒロポンと今室長どっちの方がシール多いんですか。いや多分ね今ねヒロポンじゃない、分かんないけど。何個何個、室長は私多分4個だと思う。4個、私も5個よ。5個5個。あじゃああれだ、やっぱり。いやしかも私今から2個増えるから5個ですよ。あってことは1点差で室長の方が。おマジか、多いってことですよね。うん、なんかさ、ほんと色合いがさ、ちょっと灰色だよね。ちょっとね、もっとね、わかるんだろう、ね、明るいと。なんかテレビハートとか変わらないの。なんかハートは絶対ダメですって言われたもん。なんでみたいな。大川にハートいいですよ、別に。そんな弱
上がんなくてもいやいやそうなんだよ、ちょっといじりが強いんで、コマネチテンパイだな、コマネチテンパイ、コマネチテンパイやだ、コマネチ、やっぱね拡散するし、うん、私ブログに載せちゃうもん、うん、そうだね、楽しみだね、うん、でもどっちかわかんないからね、まだそうですね、うん、全然わかんない、全然わかんないです、うん、いいか、そしてはい、じゃ続いて、まだある感じ、まだいけます、 お名前、はい、なんか落ちた、天宝二段止まりさんですね、二段ちょっと苦戦してるようです、苦戦してますね、はい、皆さんこんばんは、こんばんは、早速ですがお悩み相談ではなくシチュエーションの質問でお願いします、シチュエーション、はい、もしスリアロチャンネルで、うんうん、大井高春プロと文具葵プロの2人によるトーク番組がスタートし、うんうん、その番組の司会を任せられたらどのように仕切りますか、2人とも喋りまくるので司会は難しそうです、なるほど、これ何も言わずに書こう、書きましょ う, そう、ね、これはもう皆まで言うなと、はい、そうですね、だってあれだもんね、キャラみんな知ってるもんね、2人そうですね、うん、でもねこれは本当 RM リーグとかやってても思うんですよ、ね、実際そうだよ ね, そうだよね止まんないですよ止まんない切るタイミング難しそうだよね、止まんないんですよ、へ、うん、もう喋ってないと死んじゃうんだろうな、しかも文ちゃんでしょ、そうですね、うちの団体の文ちゃんって言っても切ってのおしゃべり魔だからねしかも私文ちゃんに関してはもう大先輩っていうかもう姉貴と呼んでるんで勝手に、あ、そうなの、へえ、文、うん、ちゃん同い年だけどね、そうなんだ、あ、そうなんですか、同い年ってもちょっと、あ、そうなんだ、そう、文ちゃんの姉御感が半端ないもんね、いや、もう本当に、いやちょっと文ちゃんと大井さんに鼻毛出てるよう言えないよね、言えないみんな書いてるけどさ、言えないぜ言っとくけど、それ書くのは簡単だけど言えないヒロポンしか言えない、いや私も言えない私も言えない、そうだよね、むしろ私が一番言えない、その二人にはうん、でも二人の番組なんだよね、そう、二人の番組、でも自分が司会、司会、うん、司会は自分、いや文豪大先生でも本当トーク面白いですしね、うん、尊敬してるんですよ私は、うん、確かに、もう大尊敬ですもん、うん、いや最初私が本当に麻雀店で働き始めた時に全然麻雀ダメで、うん、もう泣きながら相談した時に、うん、その壁乗り越えて強くなってほしいって文ちゃんが言ってくれて、へー、そういう気さつがあったんで、熱血、そうだからもう尊敬してるんです、すごい大先輩です、うん、そうなんだ、文ちゃん 私ちなみに同期、同期同期同期そうだよ同じ時に入って、なんかでも、うん、文ちゃん結構その熱血感ある感じのイメージあるね、面倒見いい感じがしますね、うんうん、かけました、全然、そうっすね、全然かけないっすねそうだね、ちなみにじゃあ大川さんは団体で仲いい人ってどなたがいらっしゃるんですか、はい、いやーうちあれなんですよね、同期がちょっとすごいんで、え、どなたですか、同期が大崎初音、あーすごいですね、富本里美、おーすごいですね、で女性だと女の子だとそこの3人なんですよ、あ、この3人すごいすごいすごいす、ね、残ってるのはね、そうで男の子だと小川さんとか A リーグの今、はいはい、今、そう、小川さんとか、イノシシさんですね、そうそう、あと、そうそうそう、うん、小浜さんとか、この間大会とかで決勝戦とかには残ってるんですけど、うん、優勝まだしてないんですけど、あ、そうなんですか、でもなんかその濃いんだよね、小浜さん、小林さん、そうそうそう、だからかなり濃いメンズなんですよ、あー、そうなんですね、同期には恵まれてるよね、すごいある意味、そうそうそう、ちょっとね、そう濃いのよ、花の9期8期前期ですね、そうそうそう、うん、そうなんですよ、それはやっぱあれですね、絡み多いですね、え、大きいですか、ちょ、めっちゃ書いてますね、すごいすごい、じゃあ、うん、早速発表しましょうかじゃあどういう感じで、ドン、今度はじゃあさっき撮っちゃったんで先生からいきます、いやすいません、全然かぶらないと思う、絶対かぶらないと思うそれ何、じゃあ分かる、これ分かんない、これ説明が必要、これ何、これ視界がちょっと前に出るっていうポジションの取り方だから、もう喋る二人を後ろ、ちょっと後ろにしてもらって勝てなかったよね、だから説明しようと思ってるから、うんうん、絵で描いた方が分かりやすいかなと思った、うんうんうん、だからいや酔ってねえわ、酔ってないよ、違う違う、大井さんと文ちゃんを、そうそう、サッカーのフォーメーションみたいになっちゃうけどそうそうそう、フォワード
わかります、うん、フォワードを出したから攻撃的すぎるから、うん、ちょっと後ろに置いて自分を若干前に出て、うん、2人に喋ってもらってる時はカメラで抜いてもらうみたいな2人を、うんうんうん、でちょっとあの、うん、急遽もう切んなきゃいけないって時はもうカメラさんに私の方にちょっとクロージングしてもらう。なるほどなるほどなるほど、そうそうそう、だからここまで仕切る前に画面切り替えちゃう。そう画面切り替えちゃう。あ、新しい新しい、正直いい、ね、私にとってこの2人はもう大先輩なわけですよ。文、うん、ちゃんも先輩だし大井さんももちろん先輩なんで、うん、だから言葉で切るのってちょっと難しいんですよ、正直。先輩の話をぶった切るのって、うん、確かにぶった切れる人とぶった切れない人がいるじゃないですか、うんうん、でこの2人がぶった切っていいのか私には分からないからちょっともうポジショニングを変えるっていう。なるほどね、はい、カメラ切り替えるはうまいですね。そう、これ、うん、これしかないです。はい、以上です。ガチっすね、これガチ、うん、ガチガチ。これはいい、うん、いい、ありありあり、うん、カメラ無理やり向けちゃう。そうですね、はい、次は、はい、じゃあヒロポン。ヒロポン違った、ヒロポンこれしかない、やばいこれもう、うん、この3つの言葉をひたすら乱用ですね。ちょっと言ってもらって。いや、あの2人はこれで聞かないですか。聞かない、聞かない。だって、お、なんか喋れよって来ますよ。うんうん、あ、はいはいって。はいはい、はいはい、ばっかじゃないかよ。おー、そうですね、なるほど、みたいな。そうですね、はいはい、うん、なるほど、さて、みたいな。さて、さて、さて、切っちゃった。なるほど、さて、いや、まあ、ヒロポン受け流すスタイル、かっこいいかっこいい、受け流すの、ね、うん、なるほど、それで、そう、こういうタイプですね、私、うん、いいね、いいね、強気な姿勢なるほど、さて、いや、あんまり絡んだことないから分かんない。そうだよ、確かに、もう全く話を聞かないっていうスタイル、うん、新しい、うん、多分こんな感じになります。じゃあ次、私もう実際に自分がやってるやつ、はい、もう、うん、無理やりぶった切る、うん、実力行使でもちゃんと笑顔で切る、あの加工を残さないようにはいはいはい、ちょっとすいません、ストップストップストップ、じゃあね、次行きましょうねっていうのを、うんうんうん、アルミリーグももうほんとそんな感じです。大井さんがもうずーっとブワーって喋って、うん、もうトン南極とか言う暇ないんですよ、うん、なんとかね、なんとかなんとかね、はい、失礼しまーす。トン南極の親は、うん、親は、あれ、ね、はい、失礼しました、続きどうぞすごい、いや、実際そうだよね、実際そうしてますよね、はい、すいません、5巡目はもう無理です、入りますって言って、うん、そろそろ言わないとね、みたいな感じで言ってるもんね。いやでもね、文吾先輩も私結構仲良くさせてもらってるんで、文ちゃんも、うんうん、全然大丈夫、ぶった切る、そう、ぶった切って、うんうん、はい、すいませんって言って入ってて、でも後で終わってから、ちょっとすいませんねって言って、うん、それから始まる前にいつもあのこういう場面で私入ってくんで、ちょっとすいませんって事前に絶対言うようにしてます。芸能人とかよくあるよね。なるほど、そう、失礼に当たると思うことを言うかもしれないけどごめんなさいみたいな、一番最初にさ、そうそうそう、うんうん、挨拶して、そう、番組が始まる前にみたいな、うんうん、あ、そうそう、番組始まる前に絶対解説の方には一言そういうようにしてます、うん、で終わってからもちょっとすいません、ちょっと途中ぶった切っちゃったとこもあったんですけど、いやでもすごい面白かったですみたいなこれ言われてました、要チェックです。ルリルリから今そういう風に言われてる人、いや今それ面白いですね、心の中でちょっと話長いなと思ってる可能性がなんやろうみたいな、そう心の中でストレートに思ってる、ストレートに、ストレートに顔に出てるいけるかなみたいな、なるほどね、実際やってるからね、ぶった切ってます。ルリルリは実際やってる、近いですよね、ぶった切る、高原涙目が近い、近いですよ、これ真顔でしょ、真顔で、あ、なるほど、はいはい、そうですね、飲み会の時の文ちゃんみたいな、文ちゃん、リンちゃん、そうそうそう、リンちゃん、そうそう、そうだねみたいな、そう、そう、そんな感じだった、感情ゼロ、本当ですか、そうそうそう、じゃあ最後、はい、いっぱい書いてたんで、いやでも私なんで最後に回されたか分かんないんですけど、いっぱい書いてたんですよ、珍しく、だからこれは、うん、ちょっと読んでもらって、うん、ね、まず、文ちゃんは女の子なんで、幼少幼少幼少、やっぱ喋ると思うんですけど、やっぱ不安な部分ってあると思うんですよね、女の子なんでね、ちょ聞こう、みんな聞こう、うん、なんで、うん、え、みんな寝てるとか違いますよね、だいぶ興味津々です、そうそうそう、草が生えなんで、大丈夫ですか、まあ、喋ってもいいと、喋っても喋らせといてもいいんですよ、うんうん、でも幼少幼少で、うん、文ちゃんにはあの、仕切ってあげる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 、とりあえず喋るじゃん、喋るじゃん、うんうん、永遠に喋らせといたらダメだから、要所要所で切っちゃうってこと、ブンちゃんブンちゃんみたいな、うんうん、あの、ルリカちゃん方式、あ、はい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 、要所要所で、ちょっとね、始めました今、始めました、大井さんは、そうだね、うん、大井さんはほっといても、まあ
頭がすごくいい人なんで、うん、番組は成り立つと思うんですよ。番組は成り立ちますね、うん、ほっといてもいいんだ、うん、うん、でもやっぱ女子はやっぱ不安ですからね。そうなんですか、文ちゃんってそういうの不安に思ってるタイプなんですか。どうなんですか、同期さんって思うんですけど、私から見るとそう思うんですけど、わかんないです。そうなんだ、うーん、いや実際はわかりませんよ。わかんないんかい。いや、わかりませんけど、自分はやっぱり任されるって結構あれじゃないですか、責任は重いよね、うん、え、ちょっと質問してもいいですか、うん、真面目な質問、はい、じゃあ文ちゃんを止め、2人でバーって喋ってる途中で、大井さんと文ちゃんが、うんうんうん、バーって喋ってて、うんうん、文ちゃんの方をよいしょよいしょしてるってことは、文ちゃんだけ止めるってことですか。で、大井さんは喋らしとくと、いや大井さんの方はね、大井さんの方はね、やっぱりね、無理やり行かないとダメだと思う。大井さんって本当に、うん、本当に独占するから、カメラ。そうそう。カリスマだからね。そう。独占するから、うんうん、いや、ダメ、でも私のことも知ってほしいっていうためには、バーンって入っていくしかない。あ、じゃあ結果、ほっといてないってことですか。うん、入っていくってことでも、ほっといても、ほっといても、うんうん、ほっといても番組は成り立つかなっていうのはありますね、うん、ありますね、うん、もうちょっとこのぐらいですよ、はい、わかりました、これちょっとありがとうございます、そろそろ寝ちゃうんで、ルリルリ女性もう多分この辺が、はい、ありがとうございました。はい、ちゃん大丈夫だって、はい、それではこの個性豊かな4つの回答、皆様、はい、アンケートをお答えください。メンタルブレイク、いやメンタル効率悪いわ。それでいいじゃん、もう効率です。そうだよ、そうだよ、あの整合性とかどうでもいいと思う、うんうん、リンリン限界を超えるって感じ。限界を超えていきます。速報出ましたよ。でもリンちゃんっぽい回答ですごい、うん、私は要所要所がひらがなの部分が好きだな。いや、そう、要所要所がひらがな、かわいい、かわいい。要所要所なんか書けますか。要所要所、要所要所書けますよ。書けますか。要所要所でもなんかかひらがな可愛いんだよね。可愛い可愛い。可愛い。よしよし。さあどうでしょう皆さんもね。いやこれは、要所要所ね、そういう字なんですね。あ、引く。何これ。やったー、おかしいでしょ。あ、意外にちょっとあれかな。2位だ、2位、2位、2位。なんか今日私強い、珍しい。いやちょっとあれじゃない、これめっちゃいいと思うんだけど。じゃあヒロポン、これちゃんに貼ってあげて。これ室長に負けたんだけど、ちょっと、うん、え、室長にこのポジション取り良くねえか。まあいいよ、室長はね、組織票がね入るんですよ、最近。ずるいよね、組織票とか。私もちょっと後輩の女流プロに声かけとかだから、そういうことなんですね。ヒロポひどいね。いや、今日ルリカちゃんすごいね。なんかもう本当に服の柄みたいじゃん。そうそうそう。なんか可愛いでも。今日はね、こういう服みたいじゃん。すごい可愛いよ。オッケー。なんで？そして皆様にここで悲しいお知らせがございます。なんともう9時35分となりましてですね。そろそろ意外に最後の質問のお時間になって、早いね。え、これ逆転チャンスあります。なんで今ちょっともう一回シールの枚数確認しましょうか。はい、私は数えるまでもないかな。もう圧倒的な強さ、ね、数えるまでもないかな。今何何え、今私に喧嘩売ってますよ。シール見づらいかな。今大川に喧嘩、やめろやめろ。なんでここにここ比べんだよ、やめろ。こっち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 、まあ、シール私はまあこれぐらいありますよってことで。これ握りつぶしていいですか。素晴らしい。はい、じゃあ、はい、私はこれぐらい。ねえ、これやらなきゃいけないのこの流れ。1、2、今日カオスが貼ってない。1個落ちちゃったから1個なくなっちゃった。やだじゃあ1個落ちたやつと1、2、3、4、5、6、7個7個だね。で、はい、うん、今仮で1個7個です。ありがとうございます。7個です。7個市長5個じゃん。すぐ数えられるよ。だから 2ポイントつければ1、2、3、4、5、6、え、何個あるの。1、2、3、4、5、6、7、8、おお、 8? ってことは8、7、5 8、7、5、うん、8、7、5ってことはあれだ、最後2倍とかないですか。ない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 、ないです。あ、これヒロポンに抜かされる可能性ないな、これ。いや、2個差だから並びはある。並ぶことはある、うん、並びだけあるね。あ、でも3枚と、あ、そっか、そう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 、
ちょっと最後だけガチで答えよう。トップラスで、ね、トップラスで3枚。そうそうそう、トップラスで3枚だからね。トップラスで同点が並んだ場合はちなみにお二人ともやっていただくことになります。お願いしますよ。りんちゃんは、りんちゃんは今7だから。7だからもう。まくられることも。まくられることも全然ある。ありますよ、ありますよ、ありますよ。最後の問題重要じゃない？いや、ほんと重要。よし、じゃあ、最後の問題が。2択、2択で迷ってるんですよ。お、それはもうあれですよ、あのルーリルーリさんに任せますか。難しいですね。ねえ、これ難しいよ。ちょっと少々お待ちください。少々お待ちください。ふざけすぎましたか。いや、結構ガチで答えて。え？結構あの鼻毛の下りを2回目やった時はこれ遊んでんなこいつ。いやガチだと思ったんですよ。じゃあ、最後いきます。はい。結構真面目な、うん。やついきますね。お名前、キャシーさんです。はい。みんな、この放送今日も見てるよ。私は時々フリージャンソーに来店するのですが、麻雀プロと麻雀をしながらいろいろな雑談をする時があります、うん、はい、しかしその時他の周囲のお客様が一言も喋らずにいた際は麻雀プロと雑談をしない方がいいのか気になる時があります、うんうん、同卓している3人が盛り上がってトークするなら問題はないと思いますが、うん、なるほどね、1人だけ一言も話さない場合はフリージャンソーの環境の場ではどうするのが一番いいと思いますか、うん、あ、もうそれはオーカー的には一択です。お、一択です。というわけで、じゃあこれ最後の、え、これガチで言っていいの？いや、もちろんで最後なんでね。え、一人だけ話さないってことですか？一人だけは話さない方がいらしたときに、まあ、お客様目線でですね、はい、どうするのが良いですかと。ああ、うん、もうオーカー終了。マジで？これでも私たちはあれですもんね、お客様目線じゃないですけど、お客様目線で考えないといけないんですかね。うん、え、あれですよね、一人、その質問者の人が女流さん、女流プロの人と話してて、で、あとの2人が静かってことですよね、うん、そうです、そうです、うん、その場合よくありますよね、よくある、よくありますね、うん、これはまあ、まあまあまあ返す、でかい返す、うるさい、うるさい。でもこれ私こう思ってたんだけどな。いや、これ最後にちょっと大逆転あるかもしれないんで、もう書きましょう。うん、うん、はい。え、もうこれガチで答えます私。いや、っていうもうあれですよ、これは、うん、もう、もう受けなしですよ。いいですよ受けなしとか言ってあなた自分で自分のハードル上げてどうすんのよいやいや、本当に本当に、まあ、もう天然か。さあ、何何、私がじゃあ、私も書いちゃったからちょっとコメントを今読んでみます。私もコメントなんかありました、はい、もう面白いのか、うん、そうだね、うーん、お悩み出したけど遅すぎた、ああ出してくれたんだ、そうだね、全部は読めなかった感じですよね。そうかもしれないですね、うん、ちょっとまだホースチェックしきれてないのもあるんですけど、すいません、皆様お手紙いただいたのにありがとうございます。ありがとうございます、うん、でも今コメント見てるよ、今コメント見てる、そうですね、うん、いや、たくさんお手紙いただけて嬉しいです。本当お手紙ないとこの番組成り立たないんで。そうね、うん、あれ、うん、あれコメントに来てるよ、ガチっていうのはフリですよねって来てコメントでガチっていうのはフリですよねガチっていうのはフリ、うん、そうそうそう、さあでもどうしましょう、最後どの順番でいきますかね。私関係なく私からいきます、それともさ、どういう順番で発表するのがいいと思いますか。でもヒロポン最後の方がいいと思う。いやいや、ちょっといいですよガチなんだよね。いや、もうガチですね。いや、ちょっとまだ、まだ大逆転があるから最後がいい。そうだね、最後の方がいいね。じゃあ、うん、この3人のうち誰が答えるか。誰でもいいですよ。じゃあ、ルリカ助手最初に行く？あ、最初に？いいんですか？うん、はい。じゃあ、私から行きます。このお客様が、まあ、女流の人が1人いて、もう1人の、1人すごい静かな方がいるときにどうしますかって、うんうん、まあ、お客様目線でだったら、まあ本当にそういうちょっとわからない時、この人すごいそういうの嫌なのかどうかもわからない時は少しだけ控えめにして、まあその女流プロと話したい時とかはもちろん時間があったら帰りとかにちょっとこういう話しかけてくださるとすごいありがたいなと思うんですけど、まあ自分はこういうのを女流プロ側の目線で言うと、なんて言うんですかね、そのお客様にもちょっと話を振ってみて様子を見たりとか、もしくは騒ぎすぎないように気を使ったりとか、うん、でせめて感じが悪くならないように
目が合った時に微笑んでみたり、お飲み物よろしいですかって聞いてみたりとかするようにはしてます。その人だけ置いてきぼりにならないようには気を使いますね。うん、うん、はい、うん、そうですね。これ多分すごい無難です。ザ無難かなって感じです。まあ、お客様目線だったらそういう方がいるなって気づいたんだったらちょっとあ騒ぎすぎたなと思っていいかなと思います。でも全然お話自体は、ね、話しかけてくださるのはありがたいんで、うん、たくさん話しかけてほしいです、うん、はい、という感じでした。無難、はい、無難、これあれ模範解答、うんうん、なるほどね。そして続いて、じゃあポイントを追い順にいきますか。追い順ってことはのんちゃんだ。私か、はい、どうぞ。いや私はこう書いた。女流の腕だから気にしなくていいよ。いや なんかその例えばなんでこう書いたかって、あの喋るタイプの女流プロの人と、うん、そういうあんま喋んないタイプの女流プロの人と結構タイプ分かれると思うんですよ。全然私とかすごいうるさいから、うん、あの片っ端から声かけてきます、うん、あの結構麻雀打ってる時は。だけど、うん、なんかそうお客さん側がそうやって気を使って やられるよりは、多分女流プロの人っていろんな店舗に行ったりとかして、もうその人自身が、まあ、自分でこういう時はこうするとかっていうのは決めたりとか、うん、そういうのそのテクニックとか持ってると思うんですよ。だから、うん、そういう時の対処法を女流プロの人は分かってると思うんで、その人に委ねた方がいいです。だから例えば自分が喋ってて、あの2人がなんか喋ってないからどうしようかなって思うのは女流プロの方であって、うん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 、そのお客さんじゃないのかなっていうのは思うんで、そうだからもしこのお客さん喋りすぎてるなって思ったら、女流プロの方が、あちょっと今イーシャンテンだからちょっと静かにしてくださいイーシャンテン、イーシャンテン、あ今ちょっとマージャンに忙しいからちょっと静かにとか、多分その上手い女流プロの人って言ってくれたりとかするし、うん、なんかえなんとかさんはどうですかみたいな感じで他の人を巻き込んでくれたりとか、ほんとそういう風にみんな気を使ってくれるんですよ。女流プロってね頭いいんですよ、うん、本当皆さんが思ってる以上に結構みんな考えてやってるんで、そうそう、だから別にお客さんが気を使うことはほぼなくていいと思います。うんうんうん、いいですね。それ信頼できる女流プロの方だと本当にいいですね。いや本当でもね、大体みんなね、お店に回ってるプロなんて大体みんな、まあ、ぶっちゃけ日常茶飯事なんですよね。うん、そうだよね、うん。すごいおしゃべりしてくださるお客様とすごい静かな方が同卓なさってるっていうのは結構しょっちゅう起こることなんで、うんうん、まあ、慣れてるっちゃ慣れてますよね。そうそう、だから女流プロに任せた方がいいと思うな。うん、うん、ありますあります。うん、はい。うん、素晴らしい。というわけで、はい、じゃあ続いて出場。はい。うん、はい。はい、どうでしょう、出張は黙ー話さない。ちょっと読んでもらっていいですか。はい、うん、まずいいですよ。あの最初そのお客様とあの私たちが喋って、うん、周りの空気がちょっとおかしいってことですよね、うん、そうそうそう、はいはいはい、他の人たちが喋ってないっていうですよね、うん、そうそう、で今度は会話に入りたくないというか、うん、麻雀を集中したい、麻雀集中したいと思うんですね、うん、なので、うん、この時はもう麻雀をするみたいな、なんかやっぱ注意入る前にやっぱり私たちが察しないといけないと思うんで、うん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 、そういう空気の時は話さない、うん、麻雀に集中する、うんうん、でこのお客様が帰る時にあのエレベーターとか行くわけじゃないですか、はい、その時に、うんうん、まあ、あのダイソー入ってでもあの自分の代わりっていうのは麻雀打てる人いるわけなんで、うんうん、お見送りの際に話しかけに行く、うん、さっき話せなかったですけどみたいな感じで、うんうんうん、今日どうでしたかみたいな話す、そうそうそう。なるほどね、うん、なるほど。ちょっと今コメントがねちょっと違うことで盛り上がっちゃった。え、何お見送りのみーを漢字で書いてました。マジかマジかボスだ、ボスどうしたんですか、ボス。ボスお疲れ様です。ボスお疲れ様です。打ち上げてました。あ、コンさん、こみてください。ちょっとボス、あ、すいません、ボスが来ました。こんな格好、こんな表情で、こんな格好で、こんな顔で、すいません、はい、そうです、そうです、です、です、です。これから罰ゲームがありますから、はい、はい、じゃあ最後、最後、ヒロッポン。じゃあちょっと私が乱用してるテクニック乱用してるんだ実際に、ね、いや乱用してるか分かんないですけど、なんで急に濁すの。いいよ、はい、
じゃあまずは、はい、さっき何町でしたと聞いて、うんうん、そうでもなくてもいい町ですねと言って喜ばす、ご機嫌取る、そうです、なるほどね、話しかけていくんだ、そうです、そっからどんどんちょっと喋ってくみたいな、そう、ちょっとテンション上げて、うん、からの喋りやすくさせるっていうことです、うんうんうん、あかん、うわって書かれてる、あかん、あかん、やべ、うーん、さすがプロだわとか書かれてるけど、どういうこと、どういうこと、賛否両論、これは、うん、これは別としてだいたいヒロボンの性格を分かってる人だったらすごいいいかもね、うん、あ、なんか明るい子なんだなって分かってる子だったら、うん、なんか、あ、話しかけてくれたと思って喋るかもしれないね、うんうんうん、なるほど、確かにいいですね、まあでもこの他の人にも振ってくスタイルとかですね、でもさ、三名切れの官能層とかでリーチしてきて、いい街ですねとか言って逆に煽りみたいなさでも確かにいい街、大丈夫、いや三名切れの官能層リーチ打つと思わないですか、いやまあ確かに、ね、逆にね、逆に、うん、確かに、なんかそれ煽ってんのか煽ってないんだけど、ね、まあでも実際ね、これこのセリフだけじゃないんですよ、この、うん、まあまあまあ、いい街ですねみたいなだけじゃなくても、うん、それはもう、あ、そこで待ってたんですかみたいな、さすがです、いや出る寸前でしたみたいな、いろいろ来てますよ、広場大丈夫ですか、もう思い残すことないですね、ないですね、じゃあ皆様、はい、最後の本日最後のアンケートとなりますね、消えそうになってる、ぜひ投票してください、結構いいと思うんですけどね、はい、これはこれでフリージャンソーで女流プロとお話ししてるとき、他のお客様が全く喋らない人がいたときにどうするかというお悩みの答えはこちら、市長に、でこれが最後の質問で、今日の罰ゲームかかってます、そうだね、これどうだみんなが3番だなって書いてる人がいる、ちょっと質問、誰に罰ゲームをしてもらいたいかっていうところにもなってくるよね、うん、なってくるよね、やっぱりそのホットパンツがいいのか室長がいいのかみたいな、そうですね、なんで大川さんもしないでしょ、本当だするわけないでしょ、ちょっと、ね、分かんないよ、誰も求めてないことは大川は分かりますよ、でも考えてみたら無理じゃないですか、だって中月さんがと、あ、やばいね、さすが、イエーイ、イエーイ、2位中月プロ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、これやったね、イエーイ、あれもう何点差でしたっけ、ここに2点差、あーちょっとこれはもしかしたら残念だ、1着順はダメ、そう2着順、あー残念、じゃあやりました、はい、シール貼ります、シール貼ります、シールもういいでしょ、いいですか、いらない、いらない、そう、急にシールいらない人になった、さっきまでやってたけど、いらない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 、結果出たから、はい、結果出ました、というわけで本日の罰ゲームはヒロポンにコマネチ、イエーイ、というわけで皆さんさ、携帯持ってる人はカメラの用意をしてください。はい、ヒロポンはちょっと広いところでコマネチしてもらおうと思います。でこれあれですか、一旦フェードアウトの感じですか。いやもうヒロポンにまずここに立ってもらって。はい、あ、携帯持ってこないといけない。あ、後でメール、後で。でもいいです。そうね。はい、後でシェアしましょう。じゃあヒロポンにはここに立ってもらって。こっちに立ってもらって。え、今するんですね。ヒロポンもちろんです。本気の。これマイクどうすればいいんですか。マイクはじゃあ使いましょう。本気のコマネチ？はい。コマネチってあんましたことないな、そう言われたら。じゃあカメラがこっちなんで。罰ゲームだ。コマネチってどうなんですか？コマネチはこの脇の股の V ラインに合わせてピシュッとで足をこうガッと開いて。じゃあリンちゃんのモノマネしながらコマネチ。リンさんのモノマネしながらコマネチ。コマネチって叫んで、そこで一旦止まってください。今からコマネチしますみたいな感じで言って、リンちゃんの風で。リンちゃん風で。リンちゃん風で言って、で、やっ。で、いけばいい。そうそう。皆さんこんばんは。日本プロ麻雀協会のマネチです。今からコマネチしまーす。バカにしてるあいつ。あいつバカにしてるぞみんな。みんな似てるぞ。似てますよ。いいよ、いいよ、似てるって。似てるってよみんな。似てますよね。うん、いい、似てる似てるって。めっちゃ上手いって来てる。うん。せーの。コマネチ。コマネチ。いい。いい。いい。こっち向いて、こっち向いて。素晴らしい。よくやりきった。これひどいよ。えらい。これひどい。これはいいよ。よくやったわ。よくやったね。えらい。すごい写真撮れた。顔出して。顔含みですか、ね、見る？自分で見る？これ、ほら。
いやもう最高の足細いな。いや細い。これ見えますこれこれ。はい。これ。この全然なく困る。いいね。いいね。全員のツイッターにアップしますのでそちらもぜひご覧ください。はい。拡散してくださいもん、うん、ね、もういいです。すごい。さあ S 長どこ行ったの？ S 長トイレじゃないの？ S 長トイレちょっとこれから閉めるのに。じゃあ一点じゃもうしょうがない。我慢できない。しょうがないね。じゃあトイレちょっとちょっと座っていただいて。すいません。というわけで、はい、なんかヒロポンのマイクがそっち。あ、そうだ、ヒロポンのマイク、あれこれ一個下に怒ってるマイクが。室長が投げすぎる。室長、室長、室長ここに怒ってるぞ、マイクが。あと5分我慢してもらえたらな。ちょっと閉めるそうだよね。ちょっとというわけで室長、自分が罰ゲーム回避した途端いなくなっちゃったんで。そう、なんか安心したんだねきっとね。ああ私じゃなかったよかったっていうね。じゃあまあまあそういう感じでさあ、もう罰ゲームお疲れ様でした。いや素晴らしいじゃん、やりきったじゃん、すごい。よかったよかった、本当に、ね、皆さんも喜んでいただけたようで何よりです、うん、大丈夫ですか？放送事故に なりますか？いや放送事故だったよ。放送事故にはちなみに放送事故だ。あれ放送事故になりますよ。でもレンちゃんのモノマネは相当似てるって彼。あ本当ですか、うん、いやもうこれ自慢なんですよ多分、いい感じです。誰よりも似てると思 う、ね、でもりんちゃんが認めてなかったけどね、私そんな。お？お？何？暗いぞ暗いぞ、ちょっと お？あら、あーあー、皆さんハッピーバースデーとゆー、びっくりした。ハッピーバースデーリアルユニカーン、嬉しい。ハッピーバースデーとゆー、これ見えるからみんな。本当にこれ、見えてる、ほら見えてる、見えてる、びっくりした。おめでとう。消して消して消して。いやちょっと待ってください、これは私こういうの結構本当にすごい。うるっときちゃうから。おめでとうございます。やだ、準備が。おめでとうございます。おめでとうございます。3人からのさやかなプレゼント、誕生日プレゼントです。本当にそうです。ありがとうございます。いやーこれは素晴らしい。いつもありがとうございます。本当にお手洗い行ったと思う。めっちゃ座ってください。めっちゃディスっちゃってごめん。室長座ってくださいよ。嘘。はい、いや嬉しい。そうです、なんとこれがあったんです。あ、全然想像してなかった。本当ですか、よかった。全然バレてなかった。いや本当にお手洗い行って、もう室長ってまあそういうとこあるからな。なんか控え室の時になんか私実は誕生日でみたいなくだりがあって、あそうなんですね、おめでとうございますみたいな、ふわーってさしたの。なんかねすごい冷たい人みたいな。そうそう、すごい冷たい人みたいな。そうそう、どうしようどうしようみたいな。今言うのもなんだしと思って。え、すいません、なんかありがとうございます。ありがとうございます。みんななんかいつもいつも、そうみんなね、なんかほらあのプレ課金みたいなしてくれる時も、うん、なんかみんな誕生日おめでとうって書いてるんですけど、そうちょっと次行こうみたいな言ったのは、うん、あいやいや、はい、すごいこれがあったんでね、想像してなかったんで、すごいなんか今感激しちゃいました。ありがとうございます。なんかおめでとうございます。ありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。いやびっくりしました、すいません、ありがとうございます。今日そんなお前さんもすいませんか。いや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 、これあれじゃないですか、これもうこれですか。あ、じゃあそういう感じ。これで締める感じ。あ、こうやってこうって。いやちょっとそれは絵的にまずいんじゃないか、2人罰ゲームみたいな。いやいやいや嬉しいです。いや本当にありがとうございます。これじゃああれ、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、抱負とかあるんじゃないですか。どうですか、なんか一言、今年の何ですかね、今年なんかあればどうなんですか。抱負抱負はもう、いやでも前、いやなんか今ちょっといろいろボボボボボボボってなってるんですけど、でも毎年もう麻雀のことばっかり考えてるんで、うんうん、で今年は今 R1 リーグに行っているので、うんうん、まあそこでちょっと結果を出していきたいなと思うんですけど、でも結果だけじゃなくて本当に内容にこだわって、麻雀は真面目に今まで以上にちょっとね、どん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 時間が過ぎていくんですよ。もう私もいい年なんで、もうだからもうあんまり後がないなって気持ちで駆け抜けていきたいと思いますって感じで大丈夫ですか。なんかすごいわたわたしちゃった。わたわたしちゃった。結果にしたい。はい、はい、いや本当にありがとうございます。おめでとうございます。すごい、おめでとうございます。いい時に。番組出れたな。あ、そう、マスカリーグも明後日出るんですけど、今3位でもしかしたら優勝できるかも。おお、頑張ってください、この勢いで。本当に、はい、ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。
感激しました。いや、ね、よかった嬉しい、うん、嬉しい、うん、ありがとうございます。いい番組だ。もう後でこれお金払いますから、うん、いやいや、ね、やらしいよ。750円大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございました。いやいやいや、はい、うん、じゃあ今日二人来ていただいていかがだったでしょうか。いやすごいいい時に出れたよね、うん、これ。そうですね、これだからね。ちょっとやっぱこれちょっと難しかったですよね、これどうしようかみたいな。そうだね、打ち合わせがね、うん、先に出した方がいいのか、うん、後にケーキ出した方がいいのかって打ち合わせが一番長かった。いろいろ打ち合わせしましたね。そう、うん、一番長かった多分このケーキ出すタイミングの打ち合わせ。あ、そうなんですか、すいません。いやでも、いい時に出させてもらいましたね、はい、幸せ者です、私は本当に。いや本当に本当に、はい、楽しかったです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。コマネチありがとう。いやすごい、ありがとう。後で拡散するからね。そうだね、みんなでね、拡散するよ、拡散するよ。ムカつくな、こっちのリンちゃんムカつくな、なんかムカつくちょっとムカつくリンちゃん。ノンさんマンスター出てください。いやそうだね、お声かかる。いやでもあさっき高円寺って言っちゃったから無理かな。あれが吉祥寺って言えるようになったらちょっと今度あれですか、ゲスト解説とかお呼びしたら来てくださったりしますか。うんうん、いや、ぜひぜひ。あ、本当ですか、はい、じゃあぜひ来ていただきたいですね。いいですね、周りの話ができるかな、うん、頑張ります。ヒロポも来てください。私も頑張って知名度上げて、ね、なんとかタイトル取ったからね。いや、まだタイトルとは言えないです、ま、これから、うん、マージャン界のコマネチの人でこれから。そうだね、コマネチと言ったらヒロポみたいな。いやどこに行ってもやんなきゃいけない。そうだね、いやそれはでもできるでしょ。できますね、そうだね。キャラ的にはできますね。本当に2人ともありがとうございました。お願いします。はい、ではですね、今日は以上で番組を終わりたいと思います、はい、皆さんありがとうございました。次のお悩み相談室のゲストなんですけども、うん、日にちはまだ決まってないんですが、うん、なんと誰、日本プロ麻雀協会、お、小倉隆さん、そんな人がと中林圭さんが出ます。皆さんまた見てください。よろしくお願いします。豪華です。私小倉さんとお話するのは本当初めてなんで。私もです。あ、え、ほぼほぼそうなんですか、はい、楽しみ、すごい楽しみですね、見まくります、はいはい、うん、というわけで皆様ぜひ次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人とも本日は本当にどうもありがとうございました。ツイッターアップするのでみんなのツイッターもチェックしてください。はい、チェックしてください。はい、でさし最後にアンケートもあります。そうね、はい、そちらもどうぞ、ね、お答えください。よろしくお願いします。しっかりね、しっかりね、みんなしっかり。はい、それでは本日もありがとうございました。さようなら、さようなら、失礼します。質問ありがとう、バイバイ。嬉しい。